続いてのコーナー、続いてのコーナースクールオブロック、スクールオブロック、まあ皆さんの学生時代のあるある、学生時代のあるあるを送っていただいて、はい、皆さんと一緒になんか青春時代に戻ろうじゃないかという感じでございます。結構来てるんですよ。いいのちょうだいよ。あるあるというのは、うん、まあもちろんですよ、得てしてこう、うん、重箱の隅をつつくような、うんうん、あったなっていうのがいいあるあるですからね、うん、そう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 、うん、いいこと言っちゃってる人がいる。何ですか？これはいいですよ。おこたネーム、はい、みるみる、みるみる、うん、祭祀補修は大体固定メンバーと。あー、これは分かる。それは分かるじゃないですか。これは分かります。常連だったでしょ、あなたも。まあ常連というか、だから僕ら軸ですよね。僕がドンとしていて、まあ何人か変わりますけど、大体一緒ですね、うん、オープニングスタッフのもね。オープニングスタッフ、オープニングから閉店まで、あのずっとやってましたから。バイトリーダー的なものですよね、補修リーダーやってましたからね。おお、今回は守ろうかと、うんうん、普通のクラスの方では別にそんな目立つタイプでもなく暗かったんですけど、補修のクラスの方ではぶん回してましたから。いや、そりゃウケるよな。だってずっと自虐なんだもん。そう。何言ってもね、何言っても自虐ネタだからいいよね。そう、だからもう、で、補習が終わるときはもう、うん、もう来んなよと。もう二度と来んなよって。俺はずっとここにいるけどなって。もう二度と来んなよって。おっ、いいこと言っちゃってる。いや、貯めるほどかね。どうせ同じこと言うんだからさ。おこたネーム、ドスコイジロ。ドスコイジロ、うん、ちなみにドスコイの恋は、あの恋愛の。うるせえよ。はい、いいですね。あるあるですね。あるあるですね。あるあるじゃねえだろ、ドスコイは。あるあるですね、ドスコイの恋を恋に変えるね。4つ来てます。おー、いいね。ドスコイから。ありがとうございます。うん、問題児は熱血教師のお気に入りと。これはわかる。これはわかる。おい、ちょっと薄くなってきたぞ。これはわかるぞ。ちょっと薄くないか。確かに、問題児はね、熱血教師のお気に入りなの。これわかっちゃう。まあ、分かっちゃう。じゃあ、あなた問題児だったんじゃない？分かっちゃうけど、その分かりやすく言う問題児というか、うん、まあ、要は不良とかね、うん、ヤンキーみたいなのがちょっと僕怖かったんで、あんま絡まなかったんで、はい、あの、すみません、このあるある分かりません。見たことない。まあ、あるある分かるんだけど、分かるけど、すみません、僕の学校はちょっと、まあ、ヤンキーなかったんで。ドラマとかで見るあるあるとか。ドラマではあるあるです。ドラマの。いよいよだぞ、ドラマとかで見るやつとか。ルーキーズっていうドラマであるあるですね、これは。っていうか、そういう設定ですからね、別に。ちょっと、マヤキーとはまああれだと思うんで、そうですか。はい、僕はまあ、はい、わかんないですけどね。はい。はい、もう一つ。うん、1日1回は眠いという。うっそいな。これはこれは。どすこい。だって。うっしいぞ、お前。だって僕、うん、高校の時、僕ですよ。いや、深く刺さったあるあるみたいな感じで、話し始めんな、お前。僕だって高校の時、僕、昼と帰りで2回行ってたと思う。知らねえよ。で、2回。もっとたくさんの数字の場合言え。なんでそこまで貯めれるんだよ、お前は。眠いって言ってたと思う、2回。知らねえよ、うっしーな。いやー、わかるな、これは。これはわかるな。なんでこれが一番深く刺さってんだよ。いっちゃうんだよな、眠いってな。これはわかる。なんでかな。まあ、未だに言ってた。眠いからだよ。なぜか教えてやろうか。眠いからだよ。まあ、でも、ちょっとこれに関しては、あれだな、あの、高校とか関係なく今も言ってるから、俺。まあ、ちょっと、今もあるあるだな、これは。まだ青春してる、まだ青春してるのかなっていう感じがしちゃったりしたかった、ね、お兄さん的スタンスやめろ、うん、今もあるわけだよ、するよね、だから今、ね、社会人になったりしてもなんか眠いなって言っちゃう時とか、うん、あれ高校の時と私変わってない、うん、ってことはまだ私は青春終わってないんだみたいなね感じで思っていただければいいかなと思って、ね、そんな広げるあるあるじゃねえよ、尺取んなこんなんで。じゃあもう一個、大丈夫か、もう一個いきますか。ドスコイ大丈夫か。ドスコイいきますよ、もう3つ目いきますよ。体育の後の授業は大体眠い。もう読むな。ドスコイのメールもう読むな。2通連続で眠い関連じゃねえかよ。眠いという文言があったらそれはもう薄いんだよ。あ、ドスコイ、これわかる、これわかる、わかるっていうか人間そういうもんなんだよ。これわかる、
これわかるな。疲れたら眠くなるんだよ、人間は。だって俺、あ、その両手後頭部回しやめろ。だって俺体育の後、おい河川敷の感じ出すな。でも俺音楽の後も言ってた。知らねえよ。歌ったり、なんか歌ったりした後ってやっぱ眠くなるのかな、リズムというかね。これはわかるわ。何リズムというかね。適当に喋ってんじゃねえぞ。いくらなんでも、これはわかる。やっぱり何喋ってもいいコーナーじゃねえからな。なんだリズムで眠くなるってちょっとリズムは目覚めるだろ。じゃあドスコイのラストで今日終わりにしようか。ドスコイはもう無理だよこいつには。ドスコイラストで終わりにしようか今日は。なんだよ、うん、虫が出ると大騒ぎになるが、うん、虫が得意な生徒が仕留めて英雄になる。お金くるな、もうわかるな。天を仰ぐな、てめえてめえ。わかる。送ってくんなよ、もうドスコイ。薄すぎんだよ、てめえは。余韻投げ。いいの来たな、今日は。ドスコイ、ドスコイ次郎、優秀賞。何言い出すのかなと思ったら優秀者。もう、いや、ありがとう。本当よかった、今日は。そうですか。うん、なんか久しぶりになんか高校時代もいらして、なんか若々しい気持ちになったね。そうですか、うん、こういうことやってみるとやっぱ年は取らないよね、老けていかないよね。総括ジジイじゃねえか。総括ジジイすぎない。高校時代ね、若い頃思い出した。こうすると年は取らないです。総括ジジイじゃん。そのツッコミは面白い。起きるんだろうな、誰のせい、それはあれだ、怒ったのせい。